はい、こんにちは。ちょっと高いところから見た田園風景ですね。はい、さあ、じゃあまず空からいきましょうか。薄いですよ。混色してんのがプルシャンブルーとセピア、若干ブルーが勝ち気味の、ものすごく薄いので濃くならないようにっていうのがここのポイントですね。あと山の間際が夕暮れが近いのでちょっと赤っぽくなってます。これまずはイエローかで、山に近いところが今塗ってる、ちょっと若干オペラと黄色入れて、でちょっと流しますね。画面を傾けてグラデーション作ります。で次に山ですね。空を塗った後にちょっとだけ乾かした方がいいかもわからないですね。空を塗る時の水分が例えばものすごく多い と、にじみ方がとんでもなく激しくにじんでしまうので、それを考えると若干ちょっと乾かした方がいいのかもわかりません。乾きすぎるとね、またそれはそれでまたやりにくくなっちゃうんで、若干それはちょっと何とかやってみないとわからないですね、そのあたりはね。で全体ちょっともう黄色っぽいので、画面がね、参考画面がもう風景が黄色っぽいから、まずはもう大きく黄色、ところどころグリーンみたいな感じで塗っていきます。右下の家の瓦、ここは今の段階ではもう薄い青で全体もほぼ塗っておいてもいいと思います。なんとなく乾いたところで雲はですね、これはオペラとプルシャンブルーと若干セピアを薄めに混色してます。遠くの町並みじゃないですね、家並みですね。あと田んぼのあぜ、田んぼの色、ざっくりと捉えて、できれば細かく描かないように頑張ってみてください。今使ってる色はこれ、あれですね、シャドウグリーンですね。シャドウグリーンに若干セピア混ぜてます。濃いグリーンが できますので、それで塗ってますね。ちょっと濃いグリーンが濃すぎますね。これ後から調整かけていきます。
あぜ道がやたら濃いので、ちょっとこれ濃すぎますね。手前の影の部分ですね、この辺りね。田んぼがちょっと明るいので、後半ちょっとこの辺り色を濃く落としていきます、ね、そうしないと今あぜ道ばっかりやたら目立ってしまってるんで、絵の後半調整ですね。田んぼをだんだんちょっと濃いめに色を置いていきます。まあ、サンプルの写真と全くそのまま模写する必要はないんですが、それにしてもちょっと田んぼがまだちょっと薄いかなって感じですね。少しだけ、これは明るく光ってる町並み、まあ、瓦とかが入ってますね。これ道路なんですけど、なんかちょっと青っぽく見えますね。やっぱり夕方の関係なんですかね。これ川じゃないんですよ。これ道路ですね。家並みの光ってるところ、家並みのまあ瓦ですかね。強く光ってるところはもうガッシュで乗っけていきます。一番奥の山が、ちょっと色濃いですね。これも後から調整します。終わりました。やっぱりこの空と山
この辺りが一番気を使うとこですかね。あの色目に対して、色目にで言うと、うん、なんか淡い空の色と遠い山の稜線がこう混じり合って消えていくみたいなところがやっぱりあるので、その辺の色合いですね、あまり細かく描かないようにしてその辺の雰囲気が出せるのがいいんですけども、なかなか難しいですねやっぱりね、うん、あと山の麓とこの大地の、まあ、地平線ですね、この辺がやっぱりちょっと青みがかってくるので、その辺もちょっとこの遠近感を意識して やればいいかもわからないですね。このラインがちょっと青っぽくなっていく、遠いところがね、そういう感じですかね。あとはまあ全体にもういつもの通り、あまり細かく書き込まない、できればざっくりといくっていうのを、練習していけばいいんじゃないかと思いますね、うん、まあ、難しいかもわかんないですけど、ちょっとずつでもと思います。じゃあ今日はこの辺で終わります。